です。中京競馬場12レース大須特別4歳以上1000万条件ダート 1200m 戦出走メンバー16頭です。青空が上空に戻ってきた中、中京競馬場は12レースを迎えます。向こう正面ゲートインスムーズ、4番ブロンズテーラーが収まって、あと1頭16番茂る五宝祭収まりました。これでゲートイン完了です。スタートしました。ほぼ揃いました。隊列が崩れて、まずスターカットライヤ、8番スターカットライヤが行きますが、内から2番の広重ゴールド、2頭抜けます。7番ペルペトー、3番手、外10番カレンガリアード、5番手インニ、3番ファビラスヒーロー、15番鈴鹿グラーテ、そして4番ブロンズテーラー、中盤の前です。1馬身差並んでいった9番タマモコーラス、また1馬身差がついて、1番ナムラ、9番13番のカズマペッピーの中盤後方3コーナー、1馬身差で11番アッティーボ、外16番シゲルオホーサイ、3コーナーカーブに入ります。後ろから4頭目が6番のハリージェイド、3、4コーナー中間に向かいます。14番カレーの色、5番栗の大通信、1頭離れて12番奇跡の贈り物、最後方となっています。4コーナーのカーブ、前は固まってきました。2番広重ゴールド先頭ですが、1番スターカットライヤー並びかけて残り400直線に向かいました。そのすぐ後ろまで上がってきた7番のペルペトを3番手から追って、外に持ち出してカレンガリアード、鈴鹿グラーテ、この後ろからの追い上げは9番タマモコーラス、その後ろから13番カズマペピーの後ろを狙っては6番のハリーゼイド以下、残り200、先頭は2番の広重ゴールド、振り切って2馬身のリード、7番ペルペト、外から15番鈴鹿グラーテ、間からは6番ハリーゼイドも一気に2着争い加わって、外からシゲルゴフォーサーに追い込んでくるが、抜けた2番広重ゴールド、ゴールイン、2番で接戦、15番の鈴鹿グラーテ、6番のハニーゼイド、最後大外強襲、離れた外から16番シゲル五宝祭、そして最内に7番のペルペトゥオイカ。しかしスピードを遺憾なく発揮、先行した2番の広重ゴールド、最後は後続を振り切っています。2番手争いがずらっと広がって、15番の鈴鹿グラーテ、しぶとく足を使っていたところに馬群をさばきつつ追い上げた6番ハニーゼイド、最後後方から一気に追い込んできた16番シゲル五宝祭も加わってきて、2着争い3頭広がった体勢とお伝えします。勝ちタイム1分11秒4、上がりタイムゴールまでの800メートルは48秒1、600メートルは36秒4。